十代目、竜亭しばらくは、落語家。本名、茨城勢さん。出林、会場遥かに。小樽出身で、埼玉県浦和市育ち。六歳の時、マシンによる高熱で喫音となる。どもりの克服のため、絹や勝永次のもとで長唄を、習う。また、勝長寺の知人である三代目、春風亭流行に内弟子として入門する。中学二年の時、 流行農業落語会で初講座。演目は雑敗。改正中学校を卒業した後の1946年10月に三代目春風亭流行に正式に入門し、小柳義美の名をもらう。1949年に名を公演と改め、日本芸術協会入り。1951年10月二つ目で春風亭小柳となる。 1956年、師匠、流行の死去に伴い、六代目、春風亭柳橋門下へ移る。1967年4月、新内となり十代目、流亭芝楽を襲名。1985年、文化庁芸術最小受賞。1995年1月17日午後7時27分、肺がんのため、東京都葛飾区の病院で死去、62歳。 葬儀と告別式は、足立区で行われ、母主は、長男が務めた。野ざらし、釜の油を得意とした。日本舞踊の名取、西川亀造として、弟子を多く取った。また、踊りでは操り、人形ぶりや、片足踊りなどの鎮芸も、得意とした。音源も、多数残されている。ありがとうございます。